新潟三崎合同庁舎三崎合同庁舎と新潟県庁舎の一関係新潟三崎合同庁舎は新潟県新潟市中央区三崎町にある合同庁舎新潟県庁舎にほど近い新潟市中央区三崎町に新潟地方裁判所や運輸局労働局などの国の出先機関28関所1機関を集める新潟第二地方合同庁舎として2002年頃に 計画が発表された。当時の新潟市内にある国の行政機関の庁舎の多くが1964年の新潟地震の直後に建設されたため、建設後30年以上経過し、老朽化が各庁舎で同時に進行。また、行政需要の変化と増大が進んでいたことからこの問題を解決し、集約化による各官所間の相互連携強化、行政サービスの利便性の向上、 災害時の連携による災害対策の迅速化を目指すべく計画された。合同庁舎は全部で5棟の建設が計画され、敷地面積は5.5ヘクタール、5棟を合わせた延べ床面積はおよそ8万5000平方メートル。建設費総額は約400億円。当時の新聞報道などでは、霞ヶ関になぞらえて、新潟版霞ヶ関と称された。 現在では1号館と2号館の2棟が完成している。2010年代前半にはことをべてが完成するとされていたが、3棟目以降の建設の予定は未定である。新潟三崎合同庁舎1号館建築費、64億8000万円計画段階での名称は、新潟第二地方合同庁舎 A 棟。基本方針の一つに、利用者へのホスピタリティを備えた施設が掲げられ、 具体的な内容は、ユニバーサルデザインを取り入れすべての来庁舎の利用に配慮した庁舎都市、また、都市のオアシスとなるような緑あふれる広場を設け、来庁舎に賑にわいとうるおいの場を提供する。として、施設整備が行われた。新潟三崎合同庁舎に合館建築費、63億4000万円計画段階での、名称は、新潟第二地方合同庁舎。 平成17年度の1号艦完成に続いて、新潟市内に散在する国の艦渉を集約、合同化を目指して建設された。以下は2019年3月改正時点での情報である。このほか、C1 県庁線、W1 有明線、W2 西小針線のうち平日朝夕のみ運行される。 C13W13W23 系統が、三崎合同庁舎バス停に乗り入れる、注釈出典。ありがとうございます。